では12月号のフレー3の練習をしてみます。今日はメトロノームを50でやってみますね。テンポが遅いので、テンポが遅い時は頭の中で8分音符をカウントしながら吹くようにしましょう。このような練習をいろいろなテンポでいろいろな調でやってみてください。そうすると息の使い方、どのくらいの時間でどのくらいの量を使うということがコントロールしやすくなってくると思います。